こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めていきましょう。はい、馬風石ですね。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。お手伝い。プレゼントが届いています。うん、これは出ないですね。 BB ガルダ。今週はレースがあります。さてですね、実はもうレースがあります。秋華賞1着でエリザベス女王杯、気がつけばもうレースですね。調教ももうやっちゃってます。早いですね。あっという間ですね。なかなか丈夫な馬ということなので、何かご用でしょうか。なんかガンガン走らせられそうな気はします。2倍。1番人気。ただいまより投票受付を開始します。グリグリですね。ファレーノプシスとメジオドーベル、それからフサイチアデールに丸がついております。フサイチアデールか。レースです。クイーンの名のもとにエリザベス女王杯です。興奮冷めやらぬ淀の舞台、12頭がスタートの瞬間を待っています。エリザベス女王杯12頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。典型的な逃げ馬はいません。思い切っていくのは何か。3番フサイチエアデールが上がってまいりました。ワレノプシスがその後ろ、そのうちからは笑顔を見せて、7番プロイバタイスピナクル、そしてもう1頭6番プロモーション、4番エリマエクセル、それから離されまして、ウゼンキャンドル、カタドレイルウェイ、5番クロックワーク、外を通って9番マイネールが、それからもう1頭ナリタルナパーク、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。しんがりから12番メジロドーベル。もう一度整理しておきましょう。先頭は依然として3番フサイチエアデール、その外バレノプシス、そしてその後ろから笑顔を見せて、外から1頭プロモーションピナクルが並んでいます。まもなく第3コーナー、それからエリマエクセル、この辺りちょっと離れている2番ウゼンキャンドル、これが1番カタノレイルウェイ。1番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。岡部騎手、クロックワーク、マイネールザが並んでいっています。そしてその外に10番ナリタルナパーク、一番後ろにメジロドーベル、先頭を行く3番フサイチエアデール、カンバシンリード、これと一緒にバレノプシス、そしてその後ろから8番笑顔を見せて、京都のスタンドが揺れています。先頭を行くのは11番バレノプシス、バレノプシスが抜け出した、パタノレイルウェイ、ここからどう伸びるか、内から1頭フサイチエアデール、バレノプシス先頭、外をついてプロモーションが来ている、パタノレイルウェイも差を詰めてきている、外から1頭パタノレイルウェイ、バレノプシス1着、エリザベス女王杯勝ったのは11番バレノプシスだ。残念。
6番以上のように確定しました。それほどないかもしれないですね。レースを終えた馬が戻ってきました。いい感じですね。まずまずでしょうか。何かご用でしょうか。さあどうするかな。ちょっと休ませるか。クエストを達成しました。ご存知ですか。まあ中長距離で適正が発揮しないですね。何かご用でしょうか。リラックスしていていつらを入球できる状態ということで、温泉へ入らせるかな。おっと、まずまずでしょ。何かご用でしょうか。大根がおすすめということで、いい感じですね。さあレースに出しましょう。有馬記念に出すことができます。ダートはどうなんだろうな。意外とダート良かったりして、これは強い。東京大賞典に出してみよう。ジョッキーは武豊か。意外とダート走れるかもしれませんのでね。一番人気です。 2.2 倍か。ただいまより投票受付を開始。一民がだいたいわかんのか。20丸が3つ。名声オペラと相手しますね。さあ夕暮れの大井競馬場、東京大賞典です。大井の暮れの風物詩、東京大賞典、まもなくスタートです。枠5番スタートはどうだ。東京大賞典12頭スタートを切りました。6番成田コマレ、スタートのタイミングが合わなかった。これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。果たして先頭に行くのは11番サプライズパワーが行く構え、そしてその後ろから1番ゴールドヘッド、2番大隅ジェット、その外からは脇場スライパー、そして1番人気のカタロレイルウェイ、なかなかいい感じ。その外に12番イチコウタマユキ、そしてもう1頭ザフォリア、10番名声オペラワールドクリーク、それから大勢リーフ、バストフレンド、
一番後ろに6番成田小まれであります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭を行く11番サプライズパワー、2馬身リード。これを追って1番ゴールドヘッド、そして外からは2番大隅ジェット、牧場スナイパーがその後ろ。これが怪物と噂されている注目の片野レールウェイであります。それから市川玉行き、そのうち4番ザフォリア、そしてその後ろから10番名声オペラ、それから足毛の馬体ワールドクリーク、8番大勢リーフ。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。先頭サプライズパワー、もう完全に足が止まった。真ん中を割ってくるのは明細オペラ。明細オペラが差を詰めてきた。大隅ジェットが抜け出した。内からはゴールドキャットが来ている。向きが飛んでいる。ゴールドキャット、大隅ジェット、先頭ファストフレンド懸命に追う。捉えるか明細オペラ。明細オペラ一着東京大賞典、勝ったのは10番明細オペラだ。だいたいダメなのかな。次は頑張りましょう。だいたいダメですね。本当分かったけど全然いい。レースを終えた馬が戻ってきました。いい仕上がりです。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。はい、というわけで以上。スターホースポケットをお送りしました。次回は頑張りたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。